から帰ってきました。おかえり、おかえり。ロボさんは超エリート社員、ニートの僕たちと住む世界が。今のタイミングは何だ。おかえり、おかえり。なんか竜巻つきそうな天気だな。お、わ、うわー、帰ってきた。警備ご苦労様です。今の帰りは誰させていたんだ。泥棒。はい、読めますか。貴様見ているな、はい、見ていた。ロボさんこんにちは。遅刻に来ないんですか。おお、画質度これで分かるかな。お手軽だな。何これ、わらわら。おかえり、特進幻影さん。なんだこれは、ゲテモノ買ってきたな。野菜 300g。 何これじゃ。どう、トムとお湯だけ、炭水化物の補給ですね。晩飯の焼きそばだ。カップ麺ですか。またあの炒め用に、まるちゃんの遊び心。安心のカット野菜、トマトソース味の焼きそば。今日は肉なし、肉なし。いつもの炒めパスタ来た。野菜は欠かせません。電池充電してきた。充電できない、できない、できない。パスタとの違い。どんだけ一瞬で。徳島製粉金ちゃんラーメンやろ。カップ焼きそばに炒め野菜。ソーセージがないよ。第14くらいにランクインしました。ドリップ入ってきたくもなるな、こんな近いと。ウインナー買ってきてない、納豆買ってきてない。一周できる、人による。よいしょ。バッタに注意ですよ。自分の冷気を食べる時代。大雨ですか。本当に大雨降りそうですか。だとしたらやばいな。道の駅がなんかあんまり軒先がなさそうなんですよね。あ、今聞こえてたかな。あ、洗いたくない。あ、玉ねぎないですね。一応道の駅についてまだ店が開いてたらなんか追加で買おうかな。屋根のあるところにできるかどうかわかんないです。道の駅の構造によるんで。写真で見る限りあんまそういうとこなかったんですよ。よし、とっとと行こう。大雨なんですか今日。雨だと、いや、宿は泊まろうと思えや。もう、あ、よく考えたらそんな金ないかもしれん。今ですね、財布の中が、お、今ですね、福沢さんと、あとこれ誰だっけ、福沢さんと樋口さんと、あと野口さんがちょうど一人ずついらっしゃいますね。よく考えたら新幹線代ないな、帰りの。ブラック転校、そうですか。1億6000円。止まる分には問題ないですね。でも淡路島の民宿って結構いいお値段のとこ多いですよ。ん、何が天然芝。なんとか行けますかね。そう、人がたくさんいるみたいなんで、それはちょっと計算外だった。どうするかな、どうするかなと言いつつも進みますけどね。雨ではないか。風が早いから怪しいね。うん、あ、そっか、風もあるか。屋根欲しい。観光地。観光地。うん。九州やばいみたいね。まあ別にその高いって方じゃないんだろうけど、安くないってだけ。棒読みの変な。小田原ぐらいまで帰れる。解決金も。とりあえずジャンプしてもわからないように1万円をどこか隠しとくか。カード、うん、カードもありますけどね。ここからショートカットしていこうと思ったらいけるけど、そこまでして必死で走る必要ないな。予約、あ、福岡。1万円は汗拭きに使う。汗拭きに、千円札は滝木に。
淡路島の今もうすぐ南端のあたり、南端というか西端だと思うんですけどね。新幹線、まあそうですね、スイカで、スイカというかあのビューカードの機能で、機能でというかエキネットに私は加入しているので。あ、そうか、ポイントってつくんだっけ、あれ。私はカードのポイントっていうのを今までやった、あの意識したことがないんで。ん、道の駅、そうそう、山道ですよね。それもあってあの直前で風呂入ろうと思ってたんですよ。すまんよ。とりあえずこれで今日の夕食は食べられることは食べられる。アップダウン、そうなんですよね。明日はでもトータルで 1000m もないんですけどね、確か。目立つアップダウンを足してもにしても、最近ずっと鉛っぱなしだから結構きついはず。どこかで1年で、ああ、そうそう、全然今まで意識してない。道なりにだったかな、これは。いいっぽい。あ、そっか、今ついでにトイレ借りてくれよかったな、せっかく。淡路島夜中12時、弱雨になってるよ。弱雨か。あ、そっち側から回るのね。そう、こっち側からぐるっと、せっかくあの一周ではあるので。淡路島は雷の注意報だけだね。雷の、そうね、3連休だし、ただしその辺でお祭りやってないですか。確かにお祭りやっててもいいタイミングではありますね、連休でも。今のところ何も聞こえない。祭りやってたら大体音でわかりますよね。早くですか。あ、延長。あ、また動いてない。もう間に合わんか、間に合うか。あ、できてた。あ、じゃあちょっと FMLE 試してみましょうか。大丈夫でしたね。ちょっと FMLE 試します。340、うん、これだ。ダメか。はい、ダメでした。最高。アイス食べよう。アイス、ダメでした。あ、フードショップ、熊橋、こんなとこもありましたね。こっちでもよかったな。でもさっきのあの、セピアじゃなくてなんとかってところは、半分ぐらいが食事で、ん、ダメ？半分ぐらいが食事じゃない、あの、食材、まあ、食べ物を売ってるところで、で、3分の1ぐらいは100均ショップでした、中身は。で、5分の1ぐらいのところは空白になってた。よっ。帰る時間。なんか犬も聞いてるな。100均でかかったです。おお。ああ、なんかダメっぽかったです。もうすぐに反証ができてしまったんで。私はあの曲は世界の週末の曲に聞こえる。あ、遠吠え、確かに前反応してるように見ましたね。ここは、また軽自動車置いて言われた。また言われた。うん。私はこの手の曲が、ああ、カレーの。ここ左か。四国のご当地タイバーガー、マジまずいとさ。ご当地タイバーガー。タイのバーガーってことか。
のところに。そうか、観光地で結構人が来るところだったら、携帯充電器が道の駅に置いてあるパターンじゃないかな。前川、川あそこなんて言ったっけ、川なんとか、あれここ曲がり角じゃないか、いや合ってると思う。スミレバーガー合ってる合ってる、これですね。いい人、もちろんいい方はいらっしゃると思います。何、そうですね、ちゃんと見てれば間違わないはずなんだけど。そう、私はとりあえず害は少ない人間だと思うけども、特別いい人間かどうかっていうとそれは違うと思うな。でも自分のことをなんかあまり評価して人に言いふらすもんでもないですね。何が展開、女より、いや決してそんな、そんなことは言ってはいない。大阪さん、昨年の予想的に。予定は淡路島一周。そうですね、トータルでは。できるだけ本当は内側の方を取りたかったんですけどね。自転車旅行を取る方がいいね。ロボさんはナイスガイですか。うん、ナイスガイ。そう、先っぽの方にあります。でも先っぽとか言うと卑猥って言われますよ。卑猥って言われますから。ツーリングに行けるアグレッシブな女性がいいのかな。ツーリングに、そうですね、一緒にできたら面白いよな。先っぽ、笑う。ああ、動いた感じ。前、錦川清流ラインっていう川沿いで、あ、川沿いじゃない、線路沿いで、あれ違ったっけ、いや、あそこだよな、山口県で見たことあります。自販機のハンバーガーとかのやつ、あれ今もう絶滅危惧種みたいですね。マック、すいません、私はマックの今のあのチキンのやつは美味しいと思ってます。それを食べるためにチキンの SS セットをこの間食べました。ビッグトマトチキンの SS セット、iPhone クーポンで500円台。トマト挟んでるやつ。そう、トマト挟んでるというか、あのチキンがうまい。チキンクリスプも好きです。クリスプの方まだ来たことないんですけどね。あれは私好きだな。チキンナゲットは昔から秋。うん、秋。秋。ハンバーガーと、なんだ、モス信者か、モス信者か。食べ放題は私はあんまり、そんな、絶対無理するから。違う意味。この道路結構あれですね、左側が。左側に落ち込む形で段差があるんで、なかなか、なかなかのもんですね。あ、そうだ。そういや、この外部電源が早く切れる理由がもう一つあった。GoPro にも給電してるからだ。配信 PC だけじゃなくて GoPro にも同時に給電してるからだ。ここよくタヌキが引かれてる。タヌキ。ああ。マックのポテトはむちゃくちゃ美味しいじゃないけど中毒になるよね。うん、中毒。マックのポテト中毒なりますね、なりますね。GoPro 食ってるとすぐに。もういいかなと思うんだけど、しばらくするとまた食いたくなる。ん？坊さんが原因。
わからんちん。わからんちんは意味的にどういうふうに使うのかな。わからんちんとも、とちめちんというセリフがありましたけど、いや、歌詞かありゃ。今日の最終目的地は？今日は道の駅うずしおまで行って、軒先を借りようと思ってます。あ、そう、トラストテクノロジーの販売かどうかわかんないけど、あの、XP18000 っていう型番のやつです。なぜ型番が言えない。雷？ロボーズ。ゴロゴロ音せんの雷？いや、ゴロゴロは聞こえないですね、私には。皆さんに聞こえてますか？天気はまた少し回復してきた風に見える。フルカステン。ほう。二つ同時にやって今、4、5時間ぐらいでした。一休さんは最後はどうなったんだっけな。一休さんは旅に出たんだっけ。あ、でもネタバレなのかな、それは。今更あのコンテンツを新規に見る人はそういないと思うけど。ですか。トマト。ですか。トマト。か。パセリ。いや。いや、野菜300g。なんか何言ってるかわからん。ん？あ、ここは？うわ。海沿いかな。あ、これ岬に寄るルートにしてたな。別にこれはいいか。うん。どうだろうこれ。こっから先内側にショートカットすべきかどうか。淡い地的にはこれどうなんだろう。あ、やばい。iPhone が切れる。一応外側もあったらいいか。いや、あんまり道ないな。内側に行くか。切れっぱなしなのか。完全にチャットワークになってる。うわ、全然来てないな。で、あれ配信開始が、あ、少し安定してない。下。下。なんで今また止まってたんだろう。配信開始ボタン押したら直りましたね。よくわからん。で、私はここからショートカットした方がいいんだろうな、こりゃ。これ、予定ルートだとですね、どっかの岬まで先の方まで行く予定なんですけど、まっすぐ行った方がいいな、こりゃ。ただ、まっすぐだと、おー、登ってる。危険な路肩だな。そうそう、この路肩は結構見た目インパクトありますね。まあ落ちたりしないけど。うわ、トンボすごい。登り坂、夕食は近くの店で刺身買おうぜ。刺身か。いや、近くの店はないんじゃないかな。道の駅のとこって本当に山越えた先なんで。
うん、宿泊予定地向かってます。道の駅で軒先の予定でも夜も人が多い観光地らしい。まあそれはそれでいいかな、明るいだろうし。ただ屋根がなくてザーッと降られたらちょっと怖いですね。撤収の時に後片付けが大変、乾かす時間もないだろうし。涼しく、あ、多少は。で、寝袋と寝袋マット、テントあります。テントなんか4万ぐらいタスカしたみたいだからよく覚えてないんですけどね、買った時には分かってて。なので、元を取らなきゃ。微妙な表情。そう、4万だから1泊100円だとして400回は使わないと、1000円だとしたって40回使わないと元取れないんだから。うわ、登るな。そんなにひどいアップはまだ先だったと思ったけどな。でも最後にちゃんと、もっとしっかりした登りが1畳分はあるのかな。底面積はあんまり進んでないですね。私の荒いテントってとこです。ふう、結構軽い。 1. 何キロぐらい、最大2人用、違う、 2,3 人用だっけ。でも荷物入れたら1人でいっぱいです。2人は苦しいな、あれは。あれはっていうか、これは。一時的には苦しいです。母です。そう、骨組みがあります。ポールは2本、むにゃっとドーム状に交差でかける。中で焚き火は、バーナーだったら使えるかもしれないけど、ちょっと間違うと軽く穴が開くと思います。テントの素材って確か超熱に弱いはずなんで。小さい炭素はないな。でも喉がもうちょっとヒリヒリするんですよね。なんかないか、なんかないか。あ、 GPS、 iPhone 切れたんだと思います。そう、テント使いたいから。そうです。じゃあオランジーナ。おしるこじゃありません、っていうかないし。デカビタもあるな。デカビタにするか。ゴミ箱先にし確認あった。オッケー。フランジーズ、私はなんかそれほどやみつきになってないんですよね。よっと。デカビタ。これが何百 cc だ。210か。ああ、いい感じの容量ですね、これは。バモラ。つぶつぶオレンジはないな。今売ってるんでしたっけ、つぶつぶオレンジって。
いやもっとカーとか言うべきなんだけど、バッ、うん、道の駅の筋をまでにソフトバンクの連覇の完全に決めるタイプだから、メロンイエロー、その身、蒸し暑いです、これで今日飲み物何百円使ったかな。今ここじゃなくて、私 iPhone が電池切れだと思います。ちょっと後ろでつなぎ直すか、ついでに。何段、今地名で言うとついって書いてありますね。つのつにいのい。あった。お風呂は海水浴場のあのシャワー、あの明るいうちだったら多分まだやってると思うんで、それが使えなかったらちょっと厳しい。今日はそこそこ汗かいてるから。つのつにいのい。お、結構今迫力のある声声が。びっしょりではないんですけど、結構書いてるって感じです。 iPhone のアプリ、まだ顎の下に塩の結晶ができる感じじゃないんだけど、ん、 iPhone の近くに銭湯ないの、近くに銭湯は多分ないと思います。温泉はですね、宿泊前提のとこしかなくて、よいしょ、東郷前の、ああ、なるほど。もやし、今犬が疑問形で鳴かなかった。あ、そこよく見たらこれ犬小屋なのか。これ犬小屋なんだ。あ、ありがとうございます。あ、なんか土佐犬じゃないけど迫力のある犬が2匹いる。おお。ほらほら。うん。でかい。でかい。土佐じゃなくて、なんて言うんだろう。あの、細マッチョ土佐。細マッチョって定義、それでいいんだろうか。細マッチョ土佐。ああ、刀剣みたいなやつ。犬に吠えられるロボっていうのは、いつも過ぎて何の意味もない文章に聞こえてしまうのは、あれながらちょっと。引っかかってくる。マスチフっていうんですかね。いや、ちょっとわかんないんですよ、種類が。そう、効果ないですね、確かに。あの、有効の印でとか言ってるんですけど、その語尾上げながら。でも、ここになんか効果ないですね。あ、そうだ、こっちじゃないや。iPhone 充電するんだから、このケーブルじゃない。道の駅、いや、道の駅自体は閉まってほしいんですよ、どちらかっていうと。道の駅が閉まってからの、お邪魔しますなんで。で、今なんて、こんにちは、よいしょ、こんにちは。 iPhone10、 こっちは 60% か、よいしょ、はい。あれ、替えのチューブは持ってきました。大丈夫です。あれ、充電されない。どうした、どうした。フル装備に近いですね。あれ、充電されない。じゃあ別の iPhone ケーブル複数持ってきててよかった。ああ、こんなことやってる間に時間が過ぎてバッテリーも減っていく。よいしょ。あ、来てる来てる。サドル、そうですね、だいぶ長いですこれも。よし、充電開始した。何かつけられたら良いのに。チューブに。鳴門岬省。鳴門岬省。鳴門岬省。いや、でも道の駅のそのイベントには特に、あの、興味があるわけではなくて。玉金が。いや、玉金よりは、なんていうのかな、どこが当たるって言うんだろう、あれ。
今なんか不穏なうなり声がした。そろそろ本気で怒り始めたか。よし、 iPhone これで充電始めたんで、使えるようになるまでしばらくかかります。私最近あの流行りのパワーポンド1個持ってきて、それをあれ ポタファイの給電に当ててたんですけどね、もう半分以上減ったな。今 iPhone にも給電したから、そう生活感が増しますよね。ビニール袋ぶら下げたりすると。よいしょ、やばいな、明日通信もできなくなったら iPhone も使えなくて。玉と菊の間、玉と菊の間、うん、そうそう、そういうこと。範囲にもですね、モバイルブースターも持ってくればよかったかな。でもあまりにも電池がそれだと多すぎて、なんか嫌な気分になるので。淡路のマンゴールってやっぱ淡路かな。淡路電池節約しないとな。燕があんな低い位置で飛んでる、やばい。天気的に燕があんな低い位置飛んでるってことは、虫が低い位置を飛んでいて、それは雨の前らしい。安くなってますね。渦潮まだ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 ですから。ん、あ、またよいしょ、なんかカメラの固定が弱くなってんのかな。降らない。え、それはじゃあ増えてないってことかな。勉強に。あそこにもなんかオリジナルっぽい飛び出す看板。これは瓦屋さん、瓦の展示場。今ここダメですか。あ、今ここ今 iPhone 充電中なんで後で出します。んで四国がなんて、そうそう、ここから橋渡ったら四国なんですよね。徳島、香川はマンチェスターでレギュラーになれますか。香川はマンチェスターでレギュラーになれます。私が約束します。大丈夫です。ドライブエンコーダーはよく分かってないのと、重いらしいですね、どうやら。結構負荷高いらしいです。青路島ポルノグラフィティって、それは どれだっけ、因島だっけ、生口島だったっけ、あれは島並の方ですね。淡路島は誰だ、サイドで使うんですか。サイド、サイド、サイドって何でしたっけ。あ、上沼恵美子はそうか、さっき言ってたな。でかい口を叩くじゃない、なんて言うんだあれ。何事もめちゃくちゃ大げさに言う人ですね。因島。因島か。ありがとうございます。うん、あ、延長できました、今。玉ねぎですね。芸能人じゃないけど、玉ねぎ。ん、でけた。あ、牛がいた。今牛舎の横通った。あ、今もこれも牛舎だ。香川ルーニーとポジション被るよ。延長できたよ。香ばしい香り。東千鶴も江の島。東千鶴、そのあたりも知らないな。今淡路の淡に山陽の陽と書いて弾陽って読むって書いてありましたね。淡いって書いて弾と読むのか、弾だけじゃなくて。さて、ここからまたしばらく海沿いだからアップダウンは減るかな。風力充電しましょう。風力充電 PC に対して弱すぎ。あ、夜雨ですかね。ん、牛1頭どんぐらいですかね。ここから海沿い。増毛移植。ん、それ人名じゃないってことか、技術名ってことか。上沼さんのものですからね。上沼さんの庭、なんかいろんなものが上沼さん家の庭の中にありますよね。
ろんな世界的な建造物とか場所が、ぼちぼち橋が見えてくるような橋、あ、そんな近いのかな、なんだろう、明石海峡大橋じゃなくて、なんだっけ、こっちは鳴門だから、あ、この景色ちょっとあそこ思い出す。今日も感動夕日配信できますか？夕日、いや、どうですかね。この辺りの景色はなんとなく、マグナム露心露出事件の時だに見た景色少し似てるな。あそこの時の地名は何だったっけ。鳥取の夕日、鳥取の金時さつまいもってなかったっけ。あれは渦潮で選択しますか。そういえば今ここ切ってる、渦潮で、あ、今ここ今 iPhone 切れちゃって電池が、マンション、そうですね、鳴門金時橋ですか。島根、いや、どこだったっけな。海だ。大橋は西橋。ビップマグナム。ちょ、なんか少しだけ心理的抵抗があるな。なんでだろうこれ。なんでだろう。これはわらわら。なんかその怖い、生足が出てるところに妙に抵抗感を感じる。なんでだ。なんでですかね。アンパンマン生足出してたことあんまないよな。撮ってよ。撮らない。小豆島の方が良かった。小豆島、私一周回ったことはないんですけどね。アソパソマン、わらわら。感覚系には登りました。あれはアソパソマンじゃない。そう、あれはなんか違うもの。わら。なんであんなに抵抗感感じるのかな。アンパンマソ、アソパソマソ、わらわら。いや、裏側も一緒でした。微妙になんか足のなんか線の描き方違ってたけど、今ここ今 iPhone が充電中なんでまだです。 iPhone が立ち上がらない状態にまで落ちてしまったんで電池切れで、あ、確かにこれは橋が見えてくるのかもしれないかな。まだか、まだ見えないか。ずいぶんなんか回り込むな。まだ見えない。これはなかなかいい道ですね。あと、なんでここ車が通るんだろう。あ、やっぱりあれか、あの橋を見に行ってんのか。今日は道の駅渦潮、そこ花野さんが現れませんね。まだ見えない。橋も畑野さんも。あと少し。アンパンマンの頭はパンでしょ？うん、あれはパンです。体は何かな？バッキュヤロの宮殿で飛ぶと四国見えますか？カメラが上向きすぎる気も。上向きすぎる。見えないと見えないよね。こんなもんですかね。オッケー。ここ出てないけど、どの辺りですか？もうすぐあの南端の辺りまで行こうとしてます。道の駅島の突端でしょ？そう、突端です。花野さんいたらちょっと引くわ、わら。そう、そこまで労力をかけられるとちょっと逆に申し訳ないですよね。てか、それはない。そこまでやったら別の何か裏の意図があると感じられてしまう。とんでもない企みが。ん？マグマうどん。ちょっと待って、うどんの話って何？街灯はあんまないですね。海の幸は。なんで突端で盛り上がってるんですか。突端に立つ、突端。ん？
なんだなんだ。ブータンに似てるから。うん？アクブで誰が好きですか？アクブで田中さんと鈴木さんです。あれは地元の小学生か。適当、笑。いかにも適当。しかし田中さんも鈴木さんもいないのか。じゃあ、夕日に向かって走ろうぜ。夜間配信期待していますが、夜間配信、それはやりたくないですね、私は。あ、高橋さんいそうだな、高橋さんで。田中真紀子と鈴木その子。その子。誰だっけ。誰だよ田中と鈴木って。笑。鈴木さん日本人にあんだけいるんだから、AKB は48人いるんだったら一人くらいいたっていいでしょう。多分48人じゃないんだろうな。でも24人ぐらいがいますよね、多分。ログアウトしました。あ、いきなり死んだ。再接続を開始します。あー、もうどうした、熱暴走か。よっ、充電できてない。あれ、充電が入ってないのかな。やばい。あ、入った。少しおかしいな。つながった。バッテリーはちゃんとあるのに。とりあえず今ここ出すか。トラブル多いな今日は。
風呂重い。まだ5、6キロあるな。つながれ。走ってないのかな。なんとないか。諦めるよ。レンコン。お、今ここで出るのか。またすいません。またなんか、ポタハイが、ポタハイが死んでました。バッテリー 100% あるのになぜかダウンしてましたね。熱なのかな。というわけでまだシャワーが浴びられるところまで 5,6 キロありますね。アップダウン込みだと思うけど、エンディングみたいなまだありますよ。あ、飛行機。よし、行こう行こう。5時40分か。シャワー配信。とりあえずシャワー浴びなきゃな。あとバッテリー本当にもう明日の分全く残らないな。これだとやばい。 iPhone すらやばい。シャワーでもあのキャンプの人が使う前提なんであれば夜までやってるんじゃないですかね。せめて7時8時まではやってなかったら泣きながら濡れタオルで体を拭いて我慢します。宿に泊まって充電しよう。宿に、テント持ってきてから意地でもなんか野宿したいんですよね。水シャワーかもしれないですね。まあ、それ入ってみないと。寝カフェはないよ。寝カフェはこっちじゃないですね。多分。あと2時間ぐらい大丈夫だと信じたい。信じたい。信じたいみたい。釣り船の宿はどうです？釣り船の宿、ああこういうとこありますよね。梅丸、ああ。梅丸のところは確か。あの辺りか。明日は宿泊まるつもりです。はあ、でも本当は確かに明日に回した。お、なんか滝みたいなのがあった。一周。野宿なかなか。私のこの環境だと PC とかがモリスにバッテリー食うからな。野菜クイズの答えはナス。野菜と言ったらナスです。ナスビとも言いますね。で、野菜クイズって何ですか？淡路島にボンタンっていう配信者いますよね。ボンタンさん。リスナーさんいませんか？ロボさん、自転車旅行の時は替えのシャツいつ持ってるの？替えのシャツは、普通の T シャツ1枚と、あと、ジャージは 2着持ってきてます。今着てるの、含めて。ナスナス、はあ、なんかその今泊まってる間の話か。今回バンビティじゃなくて伊東養魚場の金魚ティー持ってきてます、はあ、あれ伊東養魚場でよかったっけ。そういえばもうすぐナスネが出ますね。そうナスネ出ますよね。ナス田楽いいですね。ただ私と頭の中で美化されてるだけかもしれないけど、ナスをただ油で炒めてでマヨネーズつけて食うのが一番うまかった。あ、カニカニ、赤いカニ。伊藤製作所。
伊藤、いや、なんとか養魚場。アンダルシア。スカイジャージは1着しか持ってない。あ、そう、あの今ここ復活させました。 iPhone が立ち上がるようになってたんで。てかパワーポンドやっぱ出力がでかいせいか iPhone の充電も早いですよ。あのモバイルブースターに比べるともう 20% 近くまで回復してた。まあその分すぐあの減るんでしょうね。パワーポンドは今日半分しか使わない予定だったけどな、厳しいな。丸山海水浴場、今日のあそこのキャンプ場のあるところはと申しまして、まだ先だな。こんなとこ明日はバッテリー的にはかなり厳しそうです。これ予定ルートで左側登っていくより右側海沿い行った方が多分平坦だな。丸山市街地って書いてあるし多分こっちは平地だと思う。電波も厳しいかも。あ、そう、明日電波厳しいですね。上辺の釣りにかつお節、木の根っこに刺せばいいの。上辺の釣りにかつお節、ああいいな。でも今日は野宿、意地でも野宿負けるか。ロボさん、ドロップにしてジュラルコントロールレバーに変えてみいかや。ドロップ、ああ、私ドロップが姿勢的に苦手なんですよ。偏見じゃなくて本当に前ドロップの折りたたみ乗ってたんで、まあ純正なドロップじゃないからかもしれないけど。近所リスナーの充電に期待したい。焼きナスに生姜醤油はいかがですか。ナスの何漬け。腰がなんか背、腰というか背中かなが姿勢的に痛くなります。体が硬いせいもあるんだろうな。あとはなんか世の中あまりにもロードバイク一色になると逆になんか反発したくなる気持ちもあるのかな。今はもう自転、あのスポーツ自転車といったらロードバイクしかないですからね。意識として。ロボさんの小学生の時にセミドロップハンドルって流行りましたか。セミドロップ小学校とか覚えてないんですけどありましたね。体が硬いってことは寝返り打てないの。寝返り、あ、どうなんですかね。寝返りは打てた方がいいんですかね。でもロボさんが通る道は無飛ぶの方が良いですよ。なんて、あ、タイヤ的にはそうですね。流行って禁止されたな、切り替えが真ん中についてるやつ、うん、今日は調理配信やりますか。今日調理配信はどうだろう。お湯沸かすだけしかないですけどね、今日は調理といったら。あ、あらやのロードバイク、そう、なんか意識してるところもあるんじゃないかな。これを太い道出てから左か。 あまりにもなんかロードバイクロードバイクなんで。キッチンってお湯沸かすだけですよ。その細いとこ入るつもりか。入れるのか。入るか入るか。こっちを超睨んだ。さすがに厳しいか。お？なんか腰を据えましたね。でじーっと中見てる。あー、この予想の中から見たい。いや、あの隙間だったらいけるんじゃないですかね。まあ、頑張れ。まあ、頑張れ。覗いてるんでしょうね。そうそう、口ひげで、ですよね。聞いたことある。うお、今日は吠えられました。うわぁ、すごいな。ここはかなり危険っぽい。
狭い穴も入れるからな。うん、狭いとこ行けますよね。この辺りはこんなとこなのか。あ、くれも多そうですね。消毒されてそうですね、いろいろと。風強っ。建築突入。あんな目に遭いたくない。さっきのアソパソマソの仲間かな、うん、ああ、そうか、あれは頭の交換中か。確かにアンパンマンの体何出てきてるって話のさっきはのコメントはなるほどと思いましたね。ジャムおじさん待ち。うわ、瓦だこれ全部。瓦のあれなんて言うんだろう、端っこのあれ、端っこのあの丸くてあの家紋みたいなのがついてるあそこだけでできてる。うわすごいな、下の方のあれも。あれあれ、うわよく見たら下も全部これ瓦だ。うわぁ、すごいすごい、すべて瓦でできてる。ほら、この下のやつもこれ全部瓦。すごい、これはインパクトあって面白いですね。すべて瓦だ。あ、雨降った、確かにそうですね。割れる。でも下のこれ全部一枚も割れてないですね。おお。恐れ多い。あれ端っこの方に積んであるのは補修用なのかな。瓦みたいですね。さっき瓦屋さんもあったし、瓦展示場ってのがあったな。やってたら。さて。キャンプ場はこの先あとどんぐらいだろう。変わらないロボさん。変わらない。淡路瓦は地元では有名。あ、淡路瓦。この間山口県の方行ったら石州瓦っていうので、集落一帯が全部石州瓦ってとこもありましたね。なんだっけ、硬く焼いてあるから、あの雪とか降っても強いんだっけ。ん、潰れてる。その業者というか。これ駅。泊まるとこよりもなんか風呂の方の心配が強いな今日は。焼き瓦の刑罰とか厳しそう。焼き瓦の刑罰。渦潮温泉南海省瓦用の粘土が出るところがあるんだね。あ、粘土が。瓦焼き、すき焼きとかも同じ感じですよね。すきで焼いて。今のバイクに乗ってる人結構な年配の方だったな。粘土が。コミュニティバス、ランランバス、清田君号。南淡路市。でもそうか、こっち鉄道ないから公共交通機関といったらバスだけなんですよね。しかもそれもこの少なさ。でキャンプ場は幼稚園、あの飛び出し看板ですよね。山陰の方結構多かった、山陰とか北陸の方結構多かったんですけど、こっちも多いな。全然飛び出してこないじゃん。飛び出してこない、飛び出せ。本当は子供がいなかったり、もっと
トムが。でも幼稚園ないじゃん。幼稚園。平日はすごいんだよきっと。平日はあらゆる場所から子供が飛び出してきて。看板で顔がないのもあったね。顔がないのありましたね。笑。大河ドラマですき焼き食べてた坂本優真見たけど本当かな？沢尻エリカ金髪ショートで復帰。超緊張してる。飛び出せ青春。少子化の波はこんなところにも波及してるんだね。あと数十年で限界集落化する。何を荒らしてんだろう。ポコチン。いや、ポコチンじゃない。ポコチンじゃないと思う。ダブル。ウケでもないと思う。ウケどうな。なんかある。あれ。よっ。ウケ。ちょっと。ウケ。渦潮。ウケ。よいしょ。ふう。ああ。淡路島のアンモナイト化石だ。の形のレプリカみたいですね。巨大レプリカ。米伸びる。こんなんで。アンモナイトの化石らしいですね。上？そう。あんたら幼稚園児か。あの下の土台がなんでああいう風になってるのかよくわかんないですね。アンモナイトっておかしな形にいっぱい進化したんだよね。紛らわしい有名人。カイと答えた人と運慶と答えた人の品性の違いについて、フグちゃんのリスナー来てるね。ちょいよいちよ。これは、なんだろう。シンプルなのがウケる。ここほとんど30代40代でしょ。30代40代で9割占めてたはずです。過去実績によれば、アンケートによれば。今の第11位にランクインしたのあれか。さっきのアンモナイトに対する反応のおかげか。怖い。50代いますか。50代も十分いらっしゃると思います。でも本当はワコードがなんかこういうの見て自転車旅行に興味持ってくれるといいんだけど。いいんだけどな。まあでも30代以上が興味持ったとしたら、それなりにあの各種業界に潤いがあるんじゃないかな。金あるから。近づいてますよね、それなりに。松が。今のワコードはお金ないから。もうすぐ18歳か。ワコードは家でゲームしてる。芸能ネタもわからないおじさんにワコードの相手は、笑う。50歳だって運慶って書き込むんだぜ。氷河期のヤングたちは冒険はしません。カモメがいっぱいいる。カモメじゃないですかね。ウミネコかどうかの区別が私はつかないんですよ。渦潮温泉。あ、ちょっと待った。あと 700m で逆方向に今矢印が出てた。どう違うか分かんないです。私はもうこの辺りがあの温泉地なんですね。もうエリア内に入ってたんだ。1、2、さっきの鑑賞層っていうのは入ってないな、この中には。年上にサバを読み出します。ほんと先なんだっけ。西へ行け、夕日が見られる。美人と健康の滝。西へ行けは何のセリフなんだろうな。ローリングストーンズのおいちゃんたちは常にロックンロールしてる。イカ役ローリングストーンズか。私は不良じゃなかったのでロックは知らないんですけどね。不良じゃなかったので。ロックは不良の音楽。残り3分くらいです。こういうのは大概栄養してない。残り3分って言ったってことは延長できてないのか。50にして転がる石。そう。何時代だよ。笑。不良品ですね。よくないな。クラシックとか嗜まれるのですね。
プラスク嫌。延長は東へ行け、夕日が見れたらバカボンだ、青春時代にどんなのを聞いてたのですか。 あ、そうか、さっき自動無料延長オフにしたから、オフにしたか、オンにしなかったからか。よしよし、自動無料延長を開始します。転がっしにコケはつかない、転がっしにコケがなすからだそうです。コケがなす、コケっていうのはそう、なんていうかしがらみとか檻的なもの指してんのかな。アニソン。うん。ぼちぼち涼しいとこ行きたいですね。ぼちぼち。あ、でもだいぶ涼しくなってきました。さすがに。これ水シャワーだったら結構来るな。ソーシャルダンスでしょ。ソーシャル18時になります。なりますね、もうすぐ。この回り込み道どのぐらいアップダウンあるのかな。詩吟、詩吟か、その手のやつに弱いんですよね。芸術的な方面はトントントント。詩吟、夜は涼しいのかな。詩吟、金融詩吟、詩吟、銀融詩人って確かモンティパイソンの中にもネタ出てこなかったっけ。俳句はひねりますよね。俳句、うん。小屋一本取られましたが、ポン、よっ、もう6時ですね。6時になりますね。手放すことはできますか。シャワー大丈夫か、使えるか。今日は歩いて締めましょう。わら、ここで一句。今日の目的地は今日の目的地はもうすぐ着く道の駅です。でもその前にキャンプ場の近くの海水浴場のシャワーを使っていきます。そこで放送終わりかな。まずはテントの中で歌ったりしないの。テントの中で歌わないな。旅行中のロボさんはツイッターに何枚くらい写真撮るの。写真は少なめで 200-300 枚、多くて500枚、1日に。チムさんいらっしゃいませ。これか梅丸。宮沢賢治はちゃんと読んだことは多分ないです。その道の駅で爆栄、爆栄ネクタイは今日はしてないです。まだちょっと荷物に対してフレームがぐにゃるな。我慢しましょう。苦しいですか。道の駅は公共的要素が強いんで、多分車中泊的なことしてても、そう、道の駅のできれば軒先がいいんですけどね。テントの中でさらにテント張るんですね。テントあのズボンのテントの話はあなたが119万回目ぐらいなので、もう飽きたわ。これでまた下る。もうテントは張る力が残ってません。テント張る力が40台も過ぎると。119はパンパンからですね。こんにちは。あ、特にパンクとかじゃなくて、パンクではないんですか。あ、パンクじゃないですか。あ、大丈夫ですか。え、今日反対側回ってきたんですか、時計回りで。そうですね。うわ、確か同じフェリーに。あ、いましたね。ですよね。はい、私これあのウェブカメラで放送しながら走ってたんですけど。番組ですか。ええ、あの、まあこっちの趣味ですけどね。で、反時計回りで今ここです。はい。今日道の駅に行って泊まります。道の駅に行って泊まります。ええ。じゃあお気をつけて。うわぁ、3倍ぐらいスピード違うのかな。3倍どこじゃないかな。こっちが、3分の1弱来て、向こうは3分の2以上来てるわけだから。そうそう、あの人あのヘルメットでよく覚えてる。顔はよく見てなかったんだけど。そう、反対回りでこの差でございます。大体、あ、違う、2倍差か。
なぜかあの膝立ちでカロリーメイト食べられてたんで、なんかトラブルかなと思ったらそうじゃなかったですね。2倍ぐらいでしたね。1日で回るみたいですね。そんなに早くスタートじゃなかったんですけど。え、チェックイン何時何時？ロボさんしっかりして、ハンガーノックだったりして、笑。もう少しで恋が生まれたかもしれなかった。あ、今のハンガーノックってあの食べてたからですかね。天吾さんって自転車のあのネット界で結構有名な、何、60代ぐらいの人でしたっけ ?50 代もっと上だったっけ。確かすごく年配の方が一人いて、その人はなんて人だったかな。そういう人が天吾さんじゃないんだっけ。うん、メカトラじゃなかったみたいです。相当眠い感じですか。いや、私今眠くないんですよ、なぜか。眠気が今全然ない。でも多分横になったらストッと寝られると思うな。パスッと、これどこまで内側に入んなきゃいけないんだ。今日花尾さん現れず。あ、いや、キャンプ場じゃなくて隣の海水浴場のシャワーだけを使って。そのまあ結構開けてますよね。さすがにここから先はもっと山の中だろうけど。熱中症みたいなことになったことはありますね。あ、ユープル確かあの道の駅のさらに先だよね。45歳、小玉さんがあれ、その辺りの実名っていいんだったっけ。よし、登るな。大黒巻の真似で夏が来るお願いします。大黒巻、なんか前聞いたことあるな。ん、キャンプ場のそれ1泊4000円のオートキャンプ場区画を使った場合ですよね、電源っていうのは。はあ、はあ、わあ、母が聞こえるわ。これからです、母は。あ、こんにちは。あ、航空さんいらっしゃいませ。今日は淡路島に来ております。まだ半周もしてないんですけどね。あ、でバッテリーがなくて明日放送できなさそう。いや、そう、丸一日朝からやると足りないな。こんにちは、のび太さんいらっしゃいませ。あ、苦しいってわけじゃないんですけど、バッテリー的には苦しい。あ、バックステージパスは前、だいぶ前ですね。充電は今日はできる場所が全くなさそうです。風呂もシャワーで、海水浴場のシャワーで済ますつもりなんで。はあ、母禁止は無理。ステージはだいぶお世話になったんで、今の安定した放送ができるようになるまでは。ここなかなかだな、なかなかやりおる。今の正規表現でしかなかったな。正規表現で、あ、今のはははか、あれは文字数じゃなかなか、あと2文字の繰り返しなんで、3文字以上の繰り返しだったら引っ掛けられるんだけどな。2文字だと誤って引っ掛けることが多すぎる。あ、気づかなかった。気づかなかったのが最高の対応になりましたね。じゃあ後でコメントログ確認して
ニヤニヤしよう。橋見えてますか。これ越えた先が海水浴場とキャンプ場があるところで、映像ダメですか。そう、今日の夕食はカップトマト焼きそば。成功してた。よーし。熱かな。意外と最後にここあるな。もっと道の駅に行く直前にもっと大きいのがあるはずなのに。やっぱりシャワー借りてっても汗をかくな最後に。まあ、ゆっくり行こう。GoPro そろそろメディアは、あと40分か。まあシャワーのとこまでは持ちそうですね。動いた。おう、なんだあのでかい建物。シャワー18時までっぽいね。18時。うそ、信じない信じない。明日見えた。いらっしゃいませ。橋見えてるけど結構霞んでます。よ、向こうは四国、徳島県ですね。橋来た。よいしょ。更新したら飛んだ。さあ18時までだったとしたら、まだ可能性あるな、もし本当にそうだとしても。まだ登んのか。やっと登りは景色が良くて最高だな。景色はそうですね。やっと登りならいいのに。やっと登りなら、いや、それはちょっと。あーちぃ。温水シャワー、200円2分。霞んで200円2分、200円2分か。なかなかですね。石鹸使ってる時間ないな。でもってことは電動か。早く次の人に買われってことですね。ふう。イビウズ塩、そうです。橋を持って走って一人、プレミアム一人がコミュニティに参加しました。もう施設前買い取りましょう。ん、施設前、施設ごと買い取りましょうか。
宿は道の駅うずしおとかなんとかいうところに行って、なんだあの登りは、なんじゃありゃ、えらい山の上に道がある。多分あれだよな、なんだあの道、確か高速道路の上か下をくぐる道を通って道の駅に行くはず。結構今アップダウンしましたね。初日最後に来てこの仕打ちである。そう、この仕打ちである。ようこそ伊比海水浴場、伊比渦潮村へ。これだ、渦潮へクルージング船ヘリオスが1番。渦潮へってもしかして渦潮自体に巻き込まれに行くんですか、あれは。よし、シャワー、あと200メートルでシャワー。ああ、トンネル。お、日が、本当にシャワー終わってたら結構きついな。いつも通りですね。おお。うわあ、やっぱあそこまで登るんだ。確か100メートルぐらい登りが最後にあるはず。あ。さっきの干潮層か、ここにあったんだ。今日いっぱいでちょっと他外のお客さん入れる余裕がないっていうところ。せっかく登った山道も、下ってまたですね。今結構下ってます。シャワーも、ヒルクライム。シャワーも、そうそう。まあそれでも全然違いますからね。シャワー故障だったら私が直すから、修繕するから。うん、あ、ラグが。しかしここら辺の宿にフラット入ってしまいそうで怖いな。まあ今日いっぱいでしょうけどね。この辺りだな。どれシャワー、どれシャワー、どこシャワー、はよシャワー。コミュニティプラザ違うな。フラット寄ってもいいのよ。どこだどこだどこだ、シャワーどこ、シャワー見当たらない、全然見当たらない。あれ、あそこか。ラグタイムショー、え、どれどれどれ、シャワーさん、シャワーない、シャワーどこ、あそこに海の家みたいなのがあるんですけどね。あっちあっち、アンテナあった、そっちだよ。アンテナ、どこだこっちだよ、ロボだよ。あれおかしいな、どこだ、ロボさんのシャワータイム、納得の展開。風呂どこ、風呂顔面だけシャワー浴びれば、海水浴場が近くにあるの、砂浜の方だよね、きっと。砂浜、シャワー探索、砂浜、赤い屋根のやつ、ププス見ると行き過ぎてるように見える。過ぎてる、あっちかな、もっと先、もう海に飛び込むしかねえ。シャワーさん、ちょっとこっち見てみよう。手を振っておいで、おいでしてください。温水シャワー2分200円ってことは400円ぐらいかかるかな、それだろ、200円ぐらい、うん。あれかあれか、あそこじゃないかな。キャンプ場の方じゃない、駐車場の奥かな。これかこれか、テントあるじゃん、雨に濡れると剥げるらしい。これかな、これか、シャワー閉鎖、え、あった、トイレシャワー脱衣所あった。ここだ。これだ。ここになんか看板がある。時間見てこよう、時間。とっとと。これだろ。24時間。
シャワー利用時間なんか消して24時間になってる。お金払おう。オッケー。これ？こんなか。温水シャワーは使用できません。ん？温水シャワーは使用できません。夏用です。使用できません。夏用です。使用できません。いや、でもできるっぽい。できるっぽい。なんか今人入ってる感じがしたから大丈夫だ。じゃあ今日の配信はこの後はもう一旦道の駅に行って、そこで泊まれそうだったら一枠ぐらいできるかもしれないです。2分で済ませるんだ。2分で。じゃあこれで今日の放送は一旦終わります。結構辛い。でもそれでも全然違う。じゃああとはツイッターで経過報告しますので、あの節電の節電というかバッテリー温存のためにはこれはこの枠で終わります。じゃあ一旦これでありがとうございました。この後どうなることやら全く分かりませんけど、とりあえずツイッターで書きますんで。それでは。あ、管理棟、そうですね、聞いてきます。では、あ、コークさんもありがとうございました。では、公園のシャワーにやってきたのだ。オツでした。アンカイアコーク、コークさんありがとうございます。じゃあ GoPro もこれで終わります。ありがとうございました。オツしたん。オツ配信が終了しました。